美容のプロがカットで火花を散らすエンターテインメントバトル。あ、今真ん中から突然で行かれましたね。行かれましたね。適切なアプローチですね。はい。第1回はあの超有名カット講師とサロンの虎でもおなじみ質感のエキスパートが対決。セニングしか使わないっす。あれをセニングでガサガサガサってやっちゃうと、もうアウトです。セニングみたいな感じ。バチバチじゃないですか。ビューティーロードカットバトル。さあ、ビューティーロードカットバトル、 MC の島原5です。司会進行の花岡です。本日はよろしくお願いします。今回、はい、新企画のカットバトルということで、はい、そうですね、僕もちょっと何も知らされてないんですけれども、はい、すごいワクワクしてます。はい、はい、そうですよね。私も実際の司会進行としてスタジオにすでに、はい、あの参加させていただいたんですけど、今回また新しくて本当面白い企画になったなと思いますんで、そしてですね、今回、ゲスト解説四方鎌倉総店長関口博樹さんにお越しいただいております。あ、四方鎌倉の関口です。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。楽しみです。ありがとうございます。もうあの関口さんもバリバリ の, あのプレイヤーの美容さんだとお伺いしているので、はい、いや私も今日楽しみに拝見させていただきますので、はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速ビューティーロードカットバトルスタートです。今宵対戦するエキスパートは、そのショートバングの作り方で、まっすぐ行くのか丸くラウンドで行くのか、カット教育のエキスパートスッと代表住吉望。カット教育を専門とするヘアキャンプナンバーワンカット講師、業界最大級のカット専門のオンラインサロン住吉カット塾を主催し、現在会員数は1500人を超える。インスタグラムではカットの赤ペン先生としても人気を博し、書籍フォルムメイクの赤ペンドリルも出版。カット教育の新しい形に挑戦し続ける男はどんな技術を披露するのか。自分のカットをこう撮影して動画で配信するっていうのは、まあ何千やってきてるんで、今回はまあバトルなんで勝ちに行きます。まずは今回対決していただく方は、赤コーナースッと代表の住吉望さんです。対するは、新規のお客さんが本当にサロンを移り変わるときって結局カットって言いますけどね。カウンセリングで聞けばいいっていうことじゃないと思うんですよね。質感カットのエキスパート、ローズ代表高木達也。三重県鈴鹿に構えるサロンローズオーナースタイリスト、数々のコンテストで優勝歴を持ち、新規カット料金は2万円。その代名詞はミリ単位で質感をコントロールする質感カット。今番組で最も注目度の高い質感のエキスパートがついにそのベールを脱ぐ。対戦相手うんぬんかんぬんなく、目の前のモデルさんをとにかく素敵にするだけです。自信しかないですよね。まあ、環境が全て整ってるわけじゃないので、シャンプーもできないし、今ある素材を、うまく活かして絶対勝ちに来ます。高木さん、高木さん来ましたね。虎のこれは面白いですね。青コーナーローズ代表の高木達也さんです。さあ、まずは赤コーナーの住吉さん、今回第1回目の記念すべき対決ということなんですけれども、今のご心境をお聞かせいただけますでしょうか。はい、絶対に勝ちたいと思っています。頑張ります。では、そして青コーナーの高木達也さん、はい、今のご心境をお聞かせいただけますでしょうか。期待以上の、パフォーマンスが見せられるように、勝ちに行くというよりも、目の前のモデルさんをただただ、素敵にするだけかなと僕は思ってます。それではビューティーロードカットバトルのルールをご説明いたします。制限時間30分間のカットと5分間のスタイリングでモデルに施術を行い、番組公式 SNS による投票で勝敗が決まる。モデルは番組側が事前に用意した中からランダムで決まる。よりモデルに似合わせることができた方が勝利となる。そして今回お二人にご担当いただくモデルの方はこちらのお二人になります。なるほど。なるほど。結構毛質の感じとかタイプ違いますね。そうですね、骨格も全然違いますね。
僕からするとやっぱり住吉さんのモデルさんかなりどこまで切れるかにもよるんですけど難しいのかなというのは思いますね。側頭骨が張っていらっしゃる、ね、はい、で少しこう量感もあって浮きやすい毛質、うん、高木さんのモデルさんはちょっと毛先がかなり軽くなってるなっていうのが見受けられるので、うん、そこを高木さんがこうどういう質感を入れてくるのかなというのが、うん、はい、それではお二人ともご準備の方はよろしいでしょうか。はい、はい、それでは開始いたします。ビューティーロードカットバトルスタート。今回の制限時間がカットの時間が30分でスタイリングの時間がプラス5分っていう時間なんですけど、時間的にはやっぱりタイトだなって印象ってあるんですか。こういう30分だったらまあ大丈夫かなって、まあ、この今の状態からウエットで切ってドライしてでまたドライカットしてみたいなパターンだとちょっと時間、まあジャストぐらいかなって感じですけど、まあおそらく時間的には大丈夫なような気はしますけどね。さすみませさん、今日のモデルさんを踏まえたなんかスタイルの最後終的なこう仕上がりのテーマみたいなのがもしありましたら。今日はね、はい、ウルフ風ですね。ウルフ風、はい、まあウルフです。ウルフ、うん、今日もともとロングのモデルさんで、はい、まあ、今切ってる長さも5センチぐらいは一応切ったけど、このロングで5センチぐらい切ってもあんまり変わらないじゃないですか。はい、でもともとロングの人で、そんなに長さは切りたくないよけど、全然ねこうなんだろう、印象とかを大きく変えていくっていうことはできるので、はい、そういうところをちょっとお見せしていきたいなという感じですね。なるほど。今日は裾の長さとか厚みは残しながら、はい、顔周りと表面に、しっかりレイヤーを入れていくことで、今時のレイヤーってそんなに全体にレイヤー入れないんですよね。最小限のレイヤーをいかに効果的に入れていくかっていうところになってくるんで、はいはい、その辺ちょっと見てもらえたらなと思います。はい、なんか住吉さんって、ね、カットのオンラインサロンをされてて、1500名ぐらいの方が並んでる方なんですよ ね、 すね、はい、この今僕がパッと見た感じはすごくもうシンプルにいかれる方なんだなっていう印象を受けました。セグさんどうですか。そうです、僕一度住吉さんのセミナーをですね、受講させていただいたことがあるんですけど、本当に誰でも分かりやすくシンプルに、はいはい、でかつ最短できるっていうのが、はいはい、そうですよね。もう一番最初のここの前で一打でいってる感じで、はい、もうあシンプルまさにその一言に、はい、はい、OK、お願いします。さあ高木さん、今回のスタイルのこうコンセプトというかテーマみたいなのがありましたら。はい、はい、モデルさん見てもらっても、はい、どうしてもクール系じゃなくてキュート系だと思うんですよね。ただ骨格が、縦幅と横幅、横幅が1に対して 1.4 が、うん、ゴールデンバランス標準の骨格なんですけど、うん、モデルさんちょっと縦長なんですよね。で今の状態だとこう前髪が長いので縦長がかなり強調されてしまうので、前髪を今回ちょっと作って、なるほど、で顔幅を狭くしてよりキュートなデザインに持っていこうと思ってます。なるほど、よりキュートなということで、はい、顔周りの見合わせがポイントかなっていうふうに思ってます。可愛い系なんですけど、はい、モデルさんに無理なくこう可愛いをフィットさせていくっていう感じなので、例えばレイヤーをガンガン入れてしまったりとかすると、すごくこうかっこいい感じというか、女性らしい感じ、大人っぽい感じとかっていう風になってしまうので、なるほど、トレンドが、レイヤーとはいえトレンドをただ単に乗っけるんじゃなくって、モデルさんに似合う範疇で、はい、顔周りの似合わせを作っていこうかなと思ってます。あとは癖もあるんで、はい、まあ、それもちょっと生かしつつ、生かしつつ、はい、殺しつつ、はい、殺しつつなくしつつ、なくしつつやっていこうかなっていうふうに思ってます。はい、はい、どうですか今の高木さんの。なんかもう住吉さんはこう、まあ、レングスというか全体像
でもまあ全体のフォルムからこういうふうに逆算してこうやってらっしゃるようなこうお話し方だったと思うんですけど、高木さんの場合はモデルさんのこう顔立ち、あとは印象に対してそこからデザインをどうしていくかっていうような形でお話しされてたのか、なんか2人がこうすごく対照的で、なんか両者のいいところがこう見えてすごく面白いなっていうふうに見受けました。高木さんはやっぱあのメイクもすごいあの方なんで、そういう結構なんか丹羽さんのバランスとかもあのすごく多分細かく考えられてる方なんで、ポイントなんですけど、彼女のような、はい、癖を持ってる人に、はい、例えば、セニングとかすきばさみでこう、はい、ガシ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 切っちゃうと、うんうん、当然なんですけど、はい、すごくこう髪の毛がバラバラになってまとまりが悪くなっちゃいます。なるほど。でそこで、はい、僕のカットの代名詞でもある質感カットを、なるほど、はい、今回、はい、質感はキュートなのでサラサラもしくは柔らかな質感で、はい、今回はあの柔らかをちょっと表現して、はい、3ミリチップで質感カットを加えていく、こう結局シザーで切っていくとちゃんと一本一本切れるので、あの髪の毛もちゃんとこうコントロールできるんですけど、はい、すきばさみセニングでガシ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 やっちゃうと、はい、長い短いがすごいランダムになって、もう毛がもうバラバラになってしまうんですよね。でモデルさんもすでにもう前回のカットですごい好かれてるので、はい、あまりこう軽さを入れたりとか、はい、質感カットもそのあんまりこうガシガシ入れてしまうと、まとまりが悪くなってしまう、なるほど、という感じですね。まあ、でもすごい大事なので、はい、質感は、はい、形色質感のそのデザインの三大要素の一つなので、最後のフィニッシュワークも含めて、質感にこだわってデザインして似合わせていきたいなというふうに思ってます、はい、質感の入れ方適切なアプローチですね、はい、重いところだけしっかり狙っていらっしゃる、で軽いところでも、ね、ハサミもちろん入れないっていうのが、うん、もう当たり前なんですけど、うん、その当たり前をあれだけこう的確に入れてらっしゃる、うん、なんかすきばさみ使わないとやっぱり余計に時間かかっちゃうとか、そういったこととかってあったりしないですか？それは全然ないです、はい、ないですか？ないんです、ないですね。すきばさみも使われあんまり使われないですか？あまり使わないです、使わないですか？はい、シザーですくうのが慣れてくるとシザーですくう方が早かったりします。うん、セニングもうまく使いこなせる方もいるし、セニングとシザーで入れるメリットデメリットもあります、うん、はい、その辺を結構語り出すとかなり長くなる、ね、終わらない。スミヤさんのフェイスライン結構レイヤー入ってますね。かなり入りましたね、うん、おー、これはちょっと楽しみですね、うん、もうこれだけでめっちゃ変わってきてますね。今切ってるここですね、顔周り、うん、これもともと上の髪の毛も全部下まであってこう揃ってるようなこうワンレンみたいな形だったんですよ、うん、ビフォーが、はい、に対して今日は長さはそんなにむっちゃ切ったわけじゃないんですけど、この顔周りと表面、うん、ね、ここに、たっぷりレイヤーを入れていくことで、全体にレイヤーを入れているわけじゃないんだけど、はい、こうしっかりこうレイヤーを感じるね、はい、ちょっとこうウルフっぽく感じるような、はい、そんなヘアスタイルにしていきたいなという感じでございます。なるほど。結構このリップラインぐらいからかな、はい、結構レイヤーを感じるような形でいってます。なるほど。こうモデルさんの雰囲気的にはなんかちょっとこうかっこいい系のちょっとこうデザイン強めのものも似合うかなって感じたんで、はい、うん、ちょっとそっち寄りにしていこうかなっていうイメージはあります。はい。でも二人ともさすがですね。さすがですね。うん。ここも多分住吉さんのモデルさんだったら結構レイヤー入れたくなっちゃいそうです。なる。僕も入れ方はね、はい、それぞれ違うと思いますけど。はい、あ、今真ん中から一発で、はい、行かれましたね。行かれましたね。あ、今あの高木さんが使われてるのはスヌージョプロドライヤーですね。もうカット終わりっていう感じでしょ今思ってますか？もう10分で、はい、あの、はい、美容師さんって全部なんか切らないといけないっていう風に勘違いしてる人多いと思うんですよ、はい、
でそうじゃなくて僕はあのモデルさん今日初めましてなので、当然前回のカットは僕のカットじゃないわけですよね、はい。先ほどちょっと言ったようにかなりそぎが入ってる状態なので、はい、本来欲しいところに髪の毛がないんですよ。あだから切りたくても切れないところがあるんで、はい、どっちかというと切るんじゃなくて残すっていう、はい、カットって切った髪の毛っていうのは、はい、そのままゴミ箱に行ってしまうんですけど、はい、残った髪の毛が、はい、結果デザインにこう変わっていくので、はい、いかにこう髪の毛を残すかっていうのが結構大事なんですよね、うん、あなるほど。なので、はい、なぜ早かったかというと、はい、切るところが全体に見当たらなかったっていう感じですね。なるほど、ね、全体の3分の2ぐらいはカットしましたけど、はいはい、3分の1はもう切るところがないというか、はい、残さないとデザインにならないっていう感じでした。あ、絹糸状プロアイロン、あアイロンも絹糸状ですね。アイロンも、はい、絹糸状です。お僕はね高木さんとは逆で、はい、セニングしか使わないっす。そぎっていう工程において、そうもう僕はできるだけシンプルにカットを考えていこうっていうのでやってるんで、はい、もう単純に厚みがいらないとこ重いところを減らして厚みを揃えていく、うんうん、その重く残したいところを厚みを削って軽くしたいところ、はい、ね、それをコントロールすれば、まあ、それで質感もねちょうどいい質感になるよっていう考えなんで、だからそれはセニングだけでスキバサミだけで全然可能だし、うん、十分だしっていうのがね僕の切り方になりますんで、長さ切るときは当然シザーですけど、うん、量にはセニングを、うん、そうですね、はい、もう全然ザクザク入れます。あとあの量がまあもともとやや多めなのと、はい、こうウルフ系に持っていく上である程度軽い質感のヘアスタイルにしていきたいなっていうのがあるんで、うん、僕は今日はまあまあ減らします、うんうん、いきますよ、よいしょドーンですね。減らしますね。すごい軽くなってます。セニングの入れ方もやっぱりうまいとあの質感も乱れなかったりはしますよね、うん、あれないですね。結構セニングも入れ方かなりありますもんね、はい、高木さんの前髪繊細ですね。繊細ですね。出ました質感が。質感入れてますね。結構この30分のカットの対決っていうのは時間的にはやっぱり窮屈だったりするんですか、ね、いや長くすりゃいいってもんじゃないと思うんで、はい、ちょうどいいかなと思いますけどね、うんうん、できる範囲の中で、はい、プロの仕事をするっていう感じですね。なるほど。だらだらやってるのはね素人さんですからね、はい、今、はい、女性も、はい、結構忙しいですからね、うん、あんまりなんか、ね、ゆっくりだらだらされても、はい、なんか次の予定を入れてる人たちも多いし、はい、早く終わってあげるのが一番ベストですよね。リアルなコメントですねだと思います。リアルサロンワークと思ってます。本当普段のサロンワークさながらって感じですかね、はい、見てたらうずうずしてくるんじゃないですか。いやそうですね。プロが求める機能を追求した本物のアイロンとドライヤー絹糸。よいしょ、よいしょ、取りますね。こっちもいっぱい取れました。この頭の丸みの一番出っ張ってるところ、うん、ここです。この下の髪の毛、これは厚みと裾の厚みなんで取っといてて、うん、この真ん中のここですね。ここが多かったんで、逆に言うとここ以外はそんなに減らしてないんですよ。たまるところだけ完全に的確に取るって感じなんですね。そうですね。狙ってちゃんとこうデザインをコントロールする部分といらない部分というのがしっかりこう明確に分かれているみたいなしますね、うんうん、
結構あの毛量って本当セクションで全く違いますからね。います。右と左でも全然違う時もありますしね。美容師成り立ての時全体同じ均等にセニング入れて、はい、で仕上がった時サイドペラペラみたいなのになったことないですか？あります。ありますこれ多分全員通ってる道なんですね。ここで濡らすんですよ。ブローに入るんですかね。おお、今からブロー。皆様残り10分となります。はい。あ、そう、セニングですけど毛先の質感すごい可愛いですね。住吉さんの方もモデルさんもめっちゃ骨格良くなりましたね。良くなりましたね。頭がフィット感が出ましたね。フィット感すごいですね。しかも似合ってる。うん、もう高木さん終わりかかった。終わりましたよ。ここで、ね、もう一回高木さん顔周りの調整に入るんですよ。ああ、もう仕上げ終わってから、はい、最終の。いつかもこういう風に最後仕上げ終わった後も、はい、あの最後の細かなディティール調整入ったりしますか？入る時の方が多いですね。あ、やっぱそうですよね、はい、あれなんかこうスタイリング剤つけて、あ、ちょっとここ落とした方がいいかなとか、最後乾かしてみて、あの少しここは切った方が可愛いなとかは見ちゃいますね。そうですね、はい、花岡さんここですね、はい。結局すきばさみ使うとこの美しいこう流れというのが作りにくくって、やっぱりシザーでちゃんと一本一本コントロールしてあげるっていうのが大事で、うん、これを例えばすきばさみでガシャガシャガシャってやっちゃうとバラバラバラっとあちこち行っちゃうんですよね。で特に彼女の場合は癖があるのでもうとにかくまとまらない。僕らは何度か形にできてとしても明日からができないって感じですね。これも今ばらけてるんでこの辺なんかふわふわふわとしてますけど、はい、これも特にこっちは跳ねやすいので、はい、これちょっと内側を少し削って内側にこうやって入りやすいように、はい、今いらない毛を取ったからこうグッと中に入ってきましたよね。はい、この中のいらない毛ですね。中のいらない毛が前にこの毛を押してしまうので、はい、その子たちを今取ってあげることによってちゃんと髪の毛が言うことを聞いてくれるっていう感じですね。そこをシザーで調整されてるんですね。そうですね。あれをセニングでガシャガシャガシャってやっちゃうと、はい、もうアウトです。うん、対照的な解説ですね。セニング VS シザーみたいな感じになってます。バチバチじゃないですか。引かないです。極力その明日お客さんがやりやすいようにっていうのは絶対条件かなと思うんですよ。なるほど。いかに残すかっていうのがすごい大事なので、はい、こう立体的に美容師さんは考えた方がいいかなと思います。うん、皆様残り3分となります。はい、うん、この後5分スタイリングあるんですよね。はい、あります。もうセットに。皆さんすごい今うなずかれてたんですけど。ん？僕？はい。けど切りながらね、はい、こう鏡見ながら、はい、あのよしみたいな、なるほど、小声でよしとかいい感じとか、仕上がりがいい、なるほど、うんとかは、はい、やりますね。なるほど。なんかあいいんだって思うでしょう、はい、お客さんが、はい、自分もこう乗ってきますんでね。なるほどなるほど。パフォーマンスっすね。なるほど。うんっていうのはね。はい、結構ね、はい、長さはそんな切ってないけどなんか見た目の印象というかフォルムというか、はい、は結構変わったように感じるかなと思うんですよ。はい、うん、ただう、ね、結構上の方のこの辺の髪、この辺の髪ちょんと持って引っ張ってきても案外長いですね。うん、案外段入ってないんですよ。はい、バックとかもこのつむじぐらいの髪の毛、うん、つまんで引っ張ってくるとここまでもあるんで、はい、こんぐらいしか段入ってないんですよ。はい、バックのこの、うん、襟足からつむじまで ね、 そうですね、顔周りとか表面のこのすごい狭い範囲で最小限のレイヤーで、はい、こうフォルムを印象を変えていくっていうのが全
対に段入れるとね古くなるんすよ。なるほど。ちょっと、はい、うん、今時っぽくなくなるんで。残り10秒です。10秒です。まあカットは終わってるんですけどね。5、4、3、2、1、そこまでとなります。それでは続いて、スタイリングは5分となります。それではスタイリングスタート。何でもいいっす。オイルでもいいし、ワックスでもミルクでもバームでも何でもいいんで、なんか適当にペペッとつけたらペペッといい感じになりますって大丈夫。でも大体一番のポイントとしては、はい、とにかく前髪を、あってもなくてもうまく決める、うん、例えばブローないし、はい、マジックカーラー、はい、もしくは、アイロンですね、はい、コテアイロンをうまく使えるように、うん、諦めずに、はい、訓練する僕もお客さんによく言います。はい、1回2回でできないとかじゃなくて、やっぱり何回もやってあげて練習するっていう、はい、僕らでもそうですもんね、うん、なんか器用だからすぐできたっていうわけじゃないんで、はい、そういったところをこう一緒にそうです、ね、アドバイス、はい、やってほしいなっていう感じですね。なるほど。高木さんのモデルさんの前髪の生え癖治ってましたね。治ってましたね。すごい。すみません、スタイリングのポイントなんかも教えていただけますか。はい、スタイリングはね、はい、何でもいいんですよ。何でもいい。スタイリングは何でもいいです。はい、もうお客さんが家でやるものなんで簡単にできるっていうのが大前提、うん、で、もうカットで形作ってありますん でアイロンも今日もともとビフォーも少し巻いてありましたよね、はい、ゆるーく巻いてあるぐらい、はい、同じでいいです。同じ感じで内巻きとかワンカールぐらいでいいです。はい、そしたらこうやって顔周りのレイヤー入ってるところを顔にこうね、綾波みたいにね、あいみょんみたいにね、こうやってやってきても可愛いし、はい、こっち側みたいにね、うん、巻いた後でこうやってかき上げて流してこうやってやっていくと、うん、何ですか、韓国風みたいなね、はい、こういう毛流れにもなるし、はい、どっちでもいけるんですよ。なるほど。うん、もちろん耳にかけてもいいし、うんうんうん、この辺はこう気分で、はい、こうやってやるかこうやってやるかだけ、ね、なるほど。なんで全然気分でやれますん で巻いてもいいし巻かなくても、まあ、元の髪質もすごいいいんで、うん、もう別に巻かなくてもわーっと乾かして、うん、オイルかワックスかなんかつけてワシャワシャってやったらいい感じになりますんでね。うん、残り10秒です。5、4、3、2、1、そこまでとなります。それではお二人ともお疲れ様でした。お疲れ様でした。35分間ということでスタイル作っていただいたんですけども、スタイルに関してのコメントをいただきたいと思っております。住吉さんからお願いします。まあ、カット中も何回か言ってましたけど、長さを大きく変えなくてもこうレイヤーの入れ方でそれでこう印象を変えていくことはできるよねっていう話と、まあ、今時っぽいようなレイヤースタイルってそんなにたくさんレイヤー入れないよっていう、レイヤー入れすぎると古くなっちゃうんで、うん、そういうところの技術的なポイント、巻いてもいいし巻かなくてもいいし、はい、フォワードに内巻きにしてもいいしリバースに流していってもいいし、はい、自由にけどこうすごい簡単にこうスタイリングできるようなね、そういうワクワクするような明日から楽しみになるようなそんなデザインをね提案させてもらいました。はい、はい、ありがとうございます。めっちゃ変わりましたね。かわいいですね。かわいい、かわいい。レイヤー似合いますよね。似合いますね。似合ってますよね、うん、めちゃくちゃ。では続いて高木さんもコメントをお願いいたします。はい、ズバリすごくこうかわいいデザインに仕上げました。全体的にこう曲線のフォルムと、やっぱり最大は顔周りの似合わせですね。バングを作ることによって、顔の輪郭がグッと、子供顔に近づいて可愛らしさがより増したかなと思います。巻くっていうよりも、元々の癖の延長線上に毛先をちょっと、J カールぐらいに、ニュアンスをつけたぐらいで、あんまりこう、力んだ感じのスタイリングにしないで、ラフな雰囲気を
出したかったなっていう感じですかね。まあ、それによってキメキメの可愛いじゃなくて、抜け感のある可愛らしさっていうのを演出して、モデルさんにこうフィットさせたって感じです。はいはい、それではただいまより公式インスタグラムの方で、視聴者投票を実施いたします。なんかこうタイプ的に違いますよね。そうですね、モデルさんもそうですし、うん、お二人のこの仕事の仕方も、うん、そうです、アプローチは全く別な角度から、なんかこれがどっちに行くのかっていう、両者対極的なアプローチでフィニッシュ。公式インスタグラムでの投票結果はいかに。人生を加速させる学びとの出会い、ヘアキャンプ、詳しくは概要欄から。それではお待たせいたしました。集計結果が出ましたので、はい、これから発表したいと思います。赤コーナー住吉さん対青コーナー高木さんの結果なんですけれども、勝者は高木さんです。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございました。非常に僅差の結果でして、住吉さんが 41%、 高木さんが、59% ということで、高木さんの勝利ということで、あの勝利した高木さん、今のご心境いかがでしょうか。はい、はい、やっぱり第1回目っていうのもあって、はい、もちろん、取りに行きたいなというふうには思ってましたけど、あのすごいデザインも住吉さんのやつ見させてもらって、はい、なんかすごい素敵なデザインだったので、あ、これどっちからこう割れるなと思ったんですよ、はい、あとは視聴者の人というか、投票される方の、感覚にもう委ねるしかないなというふうに思ったんで、はい、内心ちょっとビビってました。では住吉さんもこういった結果になるんですけども、ご感想をいただけますでしょうか。はい、そうですね、まあ、無事にレジェンドの引き立て役として、全うしたかなと。いやけどとてもね、いい勉強に、いい経験になりました。はい、ありがとうございました。こういうところがとか、なんか惜しかったポイントとかありましたか。写真で見た時へのこうモデルさんへのフィット感っていうところでね、なんか後で僕も見返した時に、はい、あ、高木さんのやつなんかこうすごいモデルさんにフィットしてるなって思ったんで、そこもちょっと突き詰めれるとよかったのかなっていうのは、うんうん、感じましたね。では改めましてお二人に拍手をお願いいたします。ありがとうございました。高木さんでしたね。高木さんでしたね。パッと見ると住吉さんのモデルさんの方がグッて変わったようなイメージはあったかなと思うんですけど、感じはすごくありましたね。切ったなっていう、住吉さんもおっしゃってたその写真で見た時のフィット感っていうところを、まあ、ご自身でご指摘されてたので、確かそれで見た時にグッとこう引き立ってたのは、高木さんは確かにすごくこう変わった印象が見受けられたのかなというふうには思いますね。あれなんかモデルさんが逆だったらとか考えたら、逆だったら考えました。また面白いですよね。カットの仕方がまた全然お互い違うの で、ね、どちらもすごい素敵でしたもんね。そうですね、はい、じゃあお二人も今日は、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。